はい、自由じくでーす。工場は桃桜です。はい、今日も三分なりきるよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあね、何を切るか教えてください。はい、えっ、ー、と、そこに悩んだんですけれども、ピンズの位を切ることに決めました。えー、理由としては、マンズが六七で、両面待ちの状態なので、それは残したくて、で、ピンズは、ええ、二二二三四。 これは崩さない方がいいのかなと思ったので、うん、このまま残してでえっ、ー、と双図は55、えー、とで今回3が来るのでまあ355で残しつつ987も残したいなと思ったのでえピンズの位置を切ることにしました。はい了解ですじゃあ解説入りますはいえっとね受け入れこんな感じになっていてはは、はい、実際いいピンが一番広いんだよね。はい でね、それぞれにね、全部、パイが全部機能してるもんで、それぞれの裏目があるんだけど、まず、触らなくてさ、ここもできてるから触らないもんで、ここのピン図のあたりか、ードのどれかからの選択になるんだけど、E ピンを切ると、実はこのね、3ピンの受けがなくなる。3ピンの受けというのは、3が来ると1、2、3になるもんで、この受けなくなるんだよね。 でこの3ピンっていうのは自分で1枚使ってるものるあと3枚ありますという感じねで E ピンは3枚なくなるでこの,あのソードのあとこっちの方から何か選ぶとなると、うん、3のソードを切るとこれ4のカンチャンがなくなるもんではい4が4枚なくなるんだわね、はい、でまあこんな感じで、まあ、入れましたこんな感じになってるんだけどさ大体このね迷う人は1のピン図か3のソードで悩むと思うんだけど 1>, はい、1のピン図を切ると3のピン図がなくなるもんでえと3ピンが3枚受け入れがなくなります。3の想像を切ると4の想像のカンチャがなくなるもんで4の想像が4枚なくなります。ということでまあ4枚なくなるのはちょっと嫌だもんでまあそれだったら3枚の方がいいよねってことで実はこれ受け入れ最大のい,いピンが正解なんだよな。というわけで大正解なんだよね。やったでねこのままね まああと1個くれば点配になるもんで、はい、まあ大体ね、このね、要はその残したところにイが入るといいんだけど、はい、まあなかなかそうはいかないときあるもんで、まあ、大体ね、ここが一番広いもんで、はい、あの5かね8のマンズが来て点配することが多いんだけど、はい、まあその時にね、ちょっと画像出すんだけど、はい、はいまあ、こんな感じね、はい、で5を引いたときに、実はね、1, 1のピンズを切ってると、まあ、これ 1, 1のピンズを切ってた状態なんだけど、5をもむるとね、でここでね、3を切ってね、リーチが。 打てるんだよねそうしたときに、あのー、2と5とこっちのソー互の5の方の町になるんだよね。でこの形が強いもんで、まあ、初めにね、まああのー、こっちの、ね、3を切ってもこの同じ形にはなるんだけど、うんまあ、この形が強いもんで先に1を切っておいても同じかなといった感じ。でこれ3を切っちゃうとこのさ今これ5を積もった先輩になったけどこの四の 積もテンパイがなくなっちゃうもんでこれはちょっとよくないんで一応切っとくとね一番いいということでねこんな感じでねいいピンを切るのがいいかなと思いますはいちょっともう一回受け入れ見せとくかなはいこんな感じになってますね E いいピンがね受け入れ最大ということでね正解という感じですねはいこんな感じでね動画を続けられるようにねチャンネル登録および高評価の方をよろしくお願いしますお願いいたします